48チーム S の北川亮波です。よろしくお願いします。はい、続いてお願いします。はい、SKE48 チーム E の後藤奈々です。今日はよろしくお願いします。はい、SKE48 チーム K2 の古畑奈央です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、SKE48 チーム E の菅原真也です。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さて、取材の皆様、この時間からはフラッシュ撮影が放映中に書いておりますので、どうかご協力をお願いいたします。じゃあもう皆さんにね、いろんなお話を聞いていこうかなと思います、はいはいね、これからの映画を見るということで皆さんもワクワクしてるんですけどね、はい、なんかライブとかと違って、またこの映画のね、スクリーンの前でおしゃべりするってあんまりないですよね。初めて、初めて、はい。で、そんな中、いろんな話を聞かせていただきますが、はい、北川さん、3月30日に発売されている、はい、19枚目のシングル、チキンライン、先ほど流れ、今流れてるんですよね、はい、で、これは初めてアニメの主題歌なのかということなんですが、はい、このプリパラの主題歌に決まったっていう時、どんな気持ちでした？やっぱりなんだろう、このチキンラインという曲はすごいかっこいい曲で、プリパラはすごい可愛いイメージなので、なんだろう、びっくりしたんですけれど最初は。だけどこの映画プリパラを通して SKE のことやチキンラインのことを知っていただけたらなというふうに思っています。他のメンバーも結構びっくりしたんですか？そうなんだ。驚きましたね。 SKE にまさかこんなお話が来るとは思っていなかったので、はい、やっぱね、世代も違う方から愛されるようなアイドルに、ね、なれればいいなと思います。ね、映画とともに皆さんもね、歌を歌っていただきたいなと、覚えていただきたいなと思いますが、後藤さんはどうですか、はい、チキンラインってどんな曲ってご自身では配信されるんですか？そうですね、SKE さんは結構明るくて元気であ、自分でそうですね、SKE、間違えました。はい、SKE はすごい明るくて爽やかな曲が基本多いんですけど、はい、今回のチキンラインはすごいかっこいいダンス曲になっていて、はい、なんか歌詞がすごい直接人にこう言葉で自分の気持ちを伝える大切さを歌っている曲なので、そういうかっこいいダンスにも注目しつつ、歌詞もすごくいいので歌詞にも注目して聴いていただきたいなと思います。ダンスもね、じゃあ楽しみですね。はい、すごいかっこいいので見てほしいなと思います、ね、まだ発売前ということなのでね、今日はまた映画の中でねしっかりと聴いていただけるのがとても楽しみだと思います。で、この映画は映画のオリジナルキャラクターであるプロリア役でデヴィ夫人、そしてミニファルルの役で元AKB48 のカエさんがですね、声優に初挑戦ということなんですが、古畑さんは先日かな、はい、東京で行われたイベントがあったそう、公開記念、はい、デヴィ夫人とそうなんです、はい、一緒にイベントに出させていただいたんですけど、デヴィ夫人は本当にお上品な方で、もう大人の余裕というものを感じまして、楽屋で挨拶をさせていただいた時に、はい、今の若い子はみんなキラキラネームねって言って、すごいそのまま和ませてくださったんですよ。だからそういうところとかもすごい、あ、お優しい方なんだなっていうのが感じれて、またね、いつか SKE みんなでお会いできたらいいなって思います。はい、じゃあ優しくお声をかけてくださったという感じだったんですね、はい、まあ、皆さん今日は新曲のチキンラインのこれ衣装なんですよね。はい、はいはい、そうです。 SKE48 すごい、私のイメージはね、やっぱりこうどちらかというとプリパラっぽい感じだったんですけど、すごいシックじゃないですか。そうですね、ね、すごい。菅原さんどうですか、このご自身で着られて。はい、今回のチキンラインに合わせて衣装も普段の SKE とは違うかっこいい衣装になってて、普段の SKE はどちらかっていうとやっぱりプリパラのようにカラフルな衣装が多いんですけど、今回は黒を統一されてるので、はい、ちょっといつもとは違う SKE が見れるんじゃないかなって思います、これは菅原さんもちょっとね、シースルーな感じになってたりとかして、はい、で、皆さんそれぞれのキャラクターに合わせて作ってあるのか。そうですね、そうですね、似合うよ、ね、かっこいいですね。まあね、かっこいい SKE をぜひまた見ていただきたいなと思います。さて、このプリパラはね、アイドルを目指している女の子の話じゃないですか。で、皆さんはそのね、
夢を叶えた人たちじゃないですかね。はい、アイドルになりたいぞ、なりたい、プリパラ見ててなりたいって人どのぐらいいるかな。はい、すごい、いっぱい、ね、じゃあそんな皆さんに北川さんから順番に、はい、こうするとなれるよとかメッセージ、はい、アドバイスお願いしたいと思います。そうですね、私もアイドルになりたかったので、プリパラのことみんなと一緒なんですけど、やっぱり一歩踏み出すことが大事なんじゃないかなというふうに私は思うので、アイドルになりたかったらアイドルになりたいという気持ち、そして踏み出す勇気、それが大切なんじゃないかなというふうに思います。踏み出す勇気、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、はい、私はもともと歌って踊ることがすごい好きで、でも自分にはきっとアイドルは向いてないだろうなと思ってたんですけど、実際アイドルになってみたらすごく楽しくて、すごいやりがいがあることだなと思うので、アイドルになりたいなって思ってる子はぜひ挑戦してみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ラッツさんは、はい、とっても優しい心で周りを見渡せば、すごく純粋で可愛らしい目がいつもね、目がキラキラしてアイドルらしい目を手に入れることがきっとできると思うので、そういう優しい心をいつまでも持っていただけたらとても嬉しいなと私は思います。はい、ありがとうございます。そして菅原さんは、はい、私菅原真弥もなんですけど、アイドルとは無縁な学生を送っていたんですけど、アイドルになりたいなって思ってオーディションを見させてもらったら、まさか慣れちゃったのでなりたいと思った人はやっぱり行動に移してみたり、お母さんに言ってみたりしてみてください。アイドルになればプリパラのような可愛い衣装も歌も歌えるので、ぜひアイドルはすごい楽しんでやりたいと思った人はやってみてください。はい、ありがとうございます。でも本当皆さんね、キラッキラッとしてますからね、ね、存在です。はい、夢やワクワクがギュッと詰まったそんな映画になってると思います。楽しんで見てくださいね。はい、ありがとうございます。では後藤さんお願いします。はい、今回のチキンラインをプリパラの主題歌とさせていただいて本当に嬉しく思っています。たくさんのみんなもプリパラのことも SKE のことも好きになってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。そして、はい、たくさんの愛や夢を感じ取っていただけたら嬉しいと思います。どうぞお楽しみください。ありがとうございます。では世代さんお願いします。バイバイ。はい、このプリパラを見て少しでもアイドルになれるんだっていう勇気づけられたらいいなと思います。皆さんといつかどっかを同じステージに立てたらいいなと思います。ぜひこの映画お楽しみ